藤本秀夫6月24日隊は、日本の元レスリング選手、日本体育大学名誉教授、徳島県美馬市美馬町出身、日本体育大学卒。1968年、メキシコシティオリンピック銀メダリスト、徳島県立穴吹高等学校レスリング部で、吉田博一に支持する、日本体育大学二年生の百六十四年に、 東京オリンピックのレスリング会場となった駒沢体育館で特典版の刑事係を務める。1967年、ルーマニアのブカレストで行われたレスリング世界選手権においてグレコローマンフェザー級で3位となる。1968年、メキシコオリンピックにレスリング日本代表として出場し、グレコローマンフェザー級で銀メダルを獲得する。 1970年にカナダのエドモントンで行われたレスリング世界選手権においてグレコローマン 62kg 級で優勝。1971年ブルガリアのソフィアで行われたレスリング世界選手権においてグレコローマン 62kg 級で3位となる。1972年ミュンヘンオリンピックにレスリング日本代表として出場し、 グレコローマン 62kg 級4位となる。このオリンピックを最後に現役を引退し、2013年3月に退任するまで、日本体育大学で、コーチ、監督、部長を歴任する。情報デザイン学者の藤本隆之は息子。ありがとうございます。